痩せたいのは山々なんだけど、全然運動が習慣にならない。そういった方にぴったりな内容です。頑張って腹筋してみたり、クワットもたまにあるんだけど、やっぱり三日坊主。そういった方は筋トレは向いてないんです。運動習慣にするためには筋肉にかかるストレスに慣れなければいけません。それはいきなり筋トレをしていてもなかなか身につかず、まず大切なのは有酸素運動、毎日5分から始めることなんです。今回の動画は同じペースじゃなくてもいいです。自分のペースでゆっくりゆっくりやってください。自信がつけば習慣になる。足踏みしながら前にパンチ、足踏みしながら斜めにですね、斜めにパンチ、肘しっかり引いていきましょう。しっかり肘引きながら反対の手を出す。呼吸を戻しながら、いよいよどんどん脂肪を回していきましょう。歩きながら、いけるいける、ガチでダイエットしましょう。いきましょう。あーしょっけ。で今度は足をね、大きく振りながら手をクロス、しましょう。まあ、このね、手足のね、リズムはバラバラでもいいです。手は速くてもいいし、ゆっくりでもいいです。自分のペース。とにかく大きく体を動かすことがね、大事ですからね。いよいよちょっと、よっしゃ、よーし、オッケー、よっしゃ、はい、膝を少し曲げて、今度は体を振ります。グッグッグッ、軽くね、バウンドしながら、あんまり前かがみにね、ならないように、胸を。大きく振ります。手だけね、振らないようにですね。体ごと、体ごと振っていきますよ。そうすると結構体まっすぐですよ。一回ずつ息吐いて、いよいよ少し、あと少し頑張って、オッケー。手を振りながら腰を振っていきます。できるだけ振って、これ結構きついですよね。息が結構上がりますからね。まあ、これね、速ければ速いほどウエストをねひねれますけど、あんま速いときついんで、まあ、マイペースでいいですよ。体を、腰をね、ひねってください。やっぱ動かしにくいよっていう人は筋肉がね、硬い、弱いっていうことがありますから、やっぱここが柔軟になるとね、ウエストすっきりしますからね。いいよ。あーしょっけ。おー、いにきた、いにきた。今度はね、膝を外、内、外、内、外に回したら内に回す。できるだけ足をね、高く上げる方が効果的です。結構腹筋使いますからね、これ。で、股関節のね、動きが良くなりますから。この股関節ってね、下半身と上半身をつなぐ部分なんで、ここが硬いとやっぱりね、この骨盤が歪んできたりね、傾いたりして、お腹出てしまう姿勢が作られますから、しっかり股関節周りをね、動かす、鍛える必要がね、やっぱありますね。
よーし、オッケー。で、この手を上に上げましょう。手をね、前に出しながらお腹を締める。ふーふー、こういう感じ。ふーふー、こういう感じ。体全体でね、うちわみたいにね、仰ぐようなイメージ。この時に骨盤をね、クッ、クッと動かすといいですね。そしたら腹筋、背筋、多分使えますからね。クッ、クッ、クッ、クッ。これ意外にきついですよね。腰が硬い人は丸くね、なりにくいですよね。腹筋が弱いと締まりにくいよね、これがね。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。